そんなこんなで千原みのりです。イエイ。今日は富士急ハイランドにやってまいりました。富士急ハイランドさんといえば7月20日に12年ぶりの新コースターゾッコンがオープンしました。はい、実は私この富士急ハイランドさんの FUJIYAMAに乗って絶叫マシーンが大の苦手になってしまった人間なんですよ。なんですけど、なぜか世界に50人しか選ばれない絶叫大使に任命されたことがある謎の経歴の持ち主なんです。うん、もうね、かれこれ10年以上前になるんですけれども、富士急ハイランドさんから直々に絶叫大使の任を仰せつかったわけですし、しかも私山梨大使ということで、ゾッコンにちゃんと乗って絶叫マシーンが苦手な人にも楽しんでもらえるアトラクションなのかどうか、しっかり検証していきたいと思います。ということで、ゾッコンにレッツゴー。めちゃめちゃいい天気。さすがですね。ねえ、雲あっちの方にあるけど、富士山もすごい綺麗だし、あ、いい香り、いい香りだよ。美味しそうな匂いがする。絶好の富士急ハイランド日和じゃない？嬉しい。なんかやっぱりいいお天気だとさ、こういらっしゃいって言われているような気がして嬉しいね。じゃあせっかくだからビョンビョンするのにする？このお洋服が赤と白だからさ、合わせるか外すか。赤か。これで決定。ちょっと暑いし喉も渇いたから充電コーヒーで充電します。美味しそうだよ。レモンサワーも飲みたいけど。あ、まだ朝10時です飲みたくなっちゃうよ。こんな気持ちいいんだもん。ここで飲んだら極楽だよ。でもゾッコンシェイクにします。ゾッコンシェイクです。南アルプスの美味しい桃をふんだんに使ったシェイクだそうですよ。私南アルプスって日本じゃないと思ってたからね。みんなシーンってなってエビせんべいじゃないのかな。うん、美味しい。何せんべいですか。ゾッコンせんべい。味は、味はあの赤ちゃんが食べるやつ、ミルクせんべいです。最高じゃん。いただきます。おいしい。わ、おいしい。甘いし、すごいミルキーだし、桃だし、おいしい。金金の金でございます。おいしい。お目当てがあってフードコートにやってまいりました。ズバリポテリーコです。じゃがりこってスナック菓子でしょ、じゃなくてちゃんとふわふわしたじゃがいも出てきてるの、じゃがりこが多分それが富士急ハイランドにあるから食べたいの。ありました、ポテリーコさん。これです。私が夢にまで見た。ぱっと見じゃがりこっぽいですけど、うん、でもちょっとだってはみ出してるもん。違うよ、大きいもん、一本一本のサイズが。じゃがりこに関しては目がないです、ね、お願いします。はい、ぽてりこです。お待たせいたしました。ありがとうございます。すごい、カップのサイズは本物のじゃがりこよりもちょっとちっちゃい感じで、肉厚ポテトですよ。しかもあの色味がちゃんとじゃがりこ、ずっと食べたかったポテリコがやっと私の手の中に。いただきます。うん、おいしい、すごくおいしい。ポテトがしっとりしとる。だからじゃがりこじゃないんだよ。じゃがじゃないもん。どういうこと？ポテト。うん、ポテト、ポテトのリコ。リコって何？でもじゃがいもも、じゃがりこもじゃがいものじゃがってことだよね。そうだね。ポテリコはポテトのポテって。うん、サクでホクホクって書いてある。確かにサクってホクホク、おいしい。食べてみる。クロちゃんが食べます。うん、
ね、しっとりでしょ、うん、むしろしっとりでしょ、おいしいね、おいしいよね、あれっすね、普通のポテトぐらいの、うん、そうだよでもよくこのビジュアルをここまでさ、じゃがりこと同じように作り込めたよね。この人参が入ってたりとかさ、親戚かしら、じゃがりこの家族よね、どっちにしても。あー、人参とバセリなんだ、中に入ってるの初めて知ったわ。サラダ味ですかね。そっか、うん、これは美味しい。そんなこんなで、というわけで、ゾッコンに到着しました。楽しいね。ワインワインしてます。ワインワインしてるよ。やっぱりこうやってね、楽しんでいくことが大事ですよ、テーマパークは。力入る感じです、うん、入る入るこういうのはね、乗っかっていった方がいいよね。やっぱり赤でよかった。コーディネートされてます。すごいかっこいい。サイバーな感じですね。サイバーですね。だから総工費が、うん、あ、知ってる、ピンポーン、はい、45億円正解。45億円だって、わけわからない。1億円欲しい。バイク型のアトラクションらしいです、うん、これがゾッコンの実際に乗るシート。座ってみます。はい。おー、お尻が熱い。足元にスピーカーついてるっぽいです、うん、あれでしょ、世界の終わりの音楽が聞こえてくるんでしょ。ゾッコンのために作られたらしい。ゾッコン用の書き下ろしらしい。タイトルは分かんないゾッコンラブ。ゾッコンといえばゾッコンラブってよく言ったもんよね、若い頃はさ。好きな人がいたらさ、私あの人にゾッコンラブ名前を覚えるのすごい苦手なんですけど、ゾッコンは一発でしたもん日本人も覚えやすい。富士急にゾッコンだぜちょっと恥ずかしい思ってる以上にその普通車バインバイ、バインバイしてる。え、でも楽しい、つけてるだけで。心配になってくるわ暗闇業界家族バック走行あるの。これあんま見ない方がいいんじゃない。新鮮な気持ちで行った方がいいんじゃない。確かに見なかったことにしよう。いよいよ準備が整いました。両手に GoPro を装備して行ってまいります。だいぶいかついですねブルブル巻きにされてるじゃないですか。みんながね、安心して楽しめるアトラクションなのか、私が命をかけて検証してきます緊張する。なんかライブ前にステージに出ていく直前に似てるような感じ。自分ジェットコースター乗りそうだね。だからある意味自分のジェットコースター人生を客観的に体感できるっていうことになるのかな。ドキドキする。怖いな。待って、先がないんですけど。あ、撃たれ
ったんですよ。すごい、マコーランドとか叫びたかった。さすがだわ。絶叫しました。絶叫はした。すごい絶叫したと思う。絶叫大使再びですよ。ただいま絶叫大使ですよ。そんなこんなで、はい、ゾッコンがオープンしたばっかりの富士急ハイランドさんなんですけれども、なんと7月29日にまた新しいアトラクション、ドン、絶望要塞インポッシブルゲームズがオープンするらしいんです。数々のトラップを解除しながら進む絶望要塞シリーズの新作なんですけど、これまで累計320万人の人が挑戦してクリアしたのはたった10組なんだって。どういうこと？今回リニューアルしてとんでもない絶望的難易度に仕上がっているということで、今日はオープンの3日前なんですけれども、特別に挑戦させていただけるということで、千原みのり行ってまいります。あ、涼しい。もう今絶望しそうになりました。今絶望しそうになった。これかけてると色があれなんですけど、外しましょうか。はこんにちは。すごいね。ようこそ諸君。私の名はずっと。さあ、ショータイムの始まりだ。早い者勝ちです。はじめ。生まれて初めて絶望要塞絶望してきました。本当に一個一個ゲーム難しくって、クリアするためにどうしたらいいのかっていうのをなんかすごい考えてるうちにどん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 時間が経っていっちゃって、もう気持ちも焦るしミス連発するし、もう結構自分の反射神経とかにもすごい絶望したし、悔しかったな。もうなんとこんなスケールの大きいゲーム誰か考えたんでしょうね。本当にこの絶望要塞、みんなにもぜひとも挑戦していただきたい。みんなにも絶望してほしい。この気持ちを共有してほしい、一緒に。でもこの絶望要塞本当に大変だから、全部クリアした人がいたら私からハワイ旅行をプレゼントします。なので頑張ってね。オープンしたばっかりのゾッコンにも乗せてもらって、絶望要塞にも初めて挑戦させてもらって、すごく楽しい時間を過ごすことができました。富士急ハイランドさん、どうもありがとうございました。そんなこんなで千原みのりでした。またね。ワン、アツー、ワン、ツー、スリー、フォー。チャンネル登録、チャンネル登録。
チャンネル登録、チャンネル登録してねー。いいねもよろしくー。